文部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では169番目に置かれる。文字は住宅や城壁といった建築物の出入り口またはそこを開閉する装置を意味する。小文字は両扉の形にかたどっており、片扉の形にかたどると字と対称される。なお、日本語では主として出入り口の意味の型で使われるが、 中国語や朝鮮語では開閉装置の意味で使われることがある。また引き伸ばして物事の重要な鍵、一族や学派、宗派といった派閥、分類の大別などを意味する。変貌のフとしては扉や囲いに関することを示す。左右上と外側を多い反方位構造を作る。文部は蒸気のようなフを構成要素に持つ漢字を収める。日本では手書き、 唐においては、略字として、と書かれることがある。中国の関体字の、とは字型が異なる。なお、ユニコードのイタイアザセレクタでは、親字として、も登録されている。そのため、ユニコードでは両者を包摂していると見ることができる。唐という字の旧字体は、唐であるが、門と唐構えは本来別物である。門ありがとうございます。